気仙沼市で東北電力ネットワークと消防が合同で電柱の上で発生した負傷者の救助訓練を行いました。訓練は電柱の上で作業員が感電し意識を失っているという想定で行われました。消防隊員が負傷者のもとに駆けつけ、東北電力ネットワークの作業員が高所作業車で近づき、ウィンチで地上に下ろしました。それぞれの救助方法、手順を確認することによって、迅速に救助訓練ができることを目的に今回実施しております。東北電力管内では10年前に新潟で訓練中の職員が送電線に宙吊りになり死亡する事故が発生しているということです。